はい、皆様こんにちはということでですね、今回はね、またね、戦車ということでこれをね、購入してまいりました。これドイツ3号突破砲 B 型っていうやつですね。これね、あのね、可愛らしいね、戦車なんですよね。でね、サイズもね、48分の1ということで、まあ、より一層ね、可愛く見えるんじゃないかとは思いますね、これね。ね、まあ、横のパッケージがこういう感じ。まあ、これもね、タミヤさんのやつですね。こういう感じで。ここかな。こういう感じになっております。はい。結構ね、これね、なんかね、ダイキャストシャーシー採用となっております。はい。それではですね、中の方をですね、開封していきたいと思います。これね、結構古いのかな。ちょっとね、箱が若干ね、ちょっとね、汚れちゃってはいるんですけどもね。じゃあ開封の方行ってみたいと思います。はい。こういう形です。はい。まずね、ランナーがね、この2枚で、2枚で3枚入ってるのかな。こういう感じになってますね。まず1枚目をね、ちょっとね、上げてみたいと思います。はい、こういう形ですね。まず1枚目がお、なんじゃ、あ、ポリキャップ挟まってるんだこれね。おいポリキャップ挟まってる。まあ1枚目がね、こんな感じ。これね、ちょっとね、1枚だと下があれになっちゃうんでね。まず1枚目がね、こんな感じのね、小さい形ですね。これね、ランナー自体もね、非常にね、これ小さいんで、どのぐらいかと言ったら、これね、タバコがあったら、まあ、この程度のランナーですね。こういう小さいランナーになっております。これがまず1枚目。でね、2枚目、ほんと、こういうね、これがまあ車体の大きさだと思いますよね。このままね、タバコ、ほんとね、タバコより僕の吸ってるこのタバコのキャメルなんですけど、まあ、タバコのあれしてるわけじゃない、まあ、これよりやや大きいかなっていう形のものですね。はい、これ非常に小さくて可愛らしいものとなっております。はい、であとなぜか知らないと、ここにね、ビスがね、2本ね、これ入ってるんですよ。でビスが2本入ってて、で次がね、この部品が、これ、まあ、下回りのね、足の方の部品になりますね、これね。はい、これがこういう形になっております。はい、これですね、履帯ね。これがね、あまり好きではないと。結構ゴムみたいにね、今までだったらゴムみたいにぐるーっと回せばいいんだけど、これちょっとね、接着するのにちょっと難しいようなところもね、あるんですよね。最初ね、このシリーズを作った時にね、いやこれは参ったなと思って、うまくつかねえなと思ってね。だからこれね、塗装しちゃったらダメなんですよ。つきにくくなりますから、塗装する前にふっつけないとね、ふっつきにくくなります。はい、これですね。はい、で次に、まあデカールですけど、まあね、これもちょっとね、開けてみたいと思います。デカールがまあこういう形でね、こういう形のデカール、まあこれもね、好きなやつを入れてくださいという形ですね。はい、まあ結構ね、面白いんじゃないかと思いますね、これね。よいしょと、入れておきますと。はい、で次にこれですね。これよいしょ、これがね、ダイキャストっていうやつですね。よいしょ、これ下にね、ピーッと入ってますけど、あら、これをちょっと開けてみたいと思います。どうだ、これ、あ、入ったね。これがね、あ、
ありましたね。これがダイキャストの部分になりますけどね、これがね重たいんですよ。プラスチックじゃなくて、これがね重たいんですよね。こういう形になってます、はい、下の部分、これプラスチックじゃないです、金かな、これ、うん、これがねダイキャストっていう形で、これがねまあ鉄っていうのかなんていうのかな、どういう表現ちょっとしていいかわからないけども、こういう形になってます、はい。これがねダイキャストシリーズですね、まあ、小さい割には重みがあるような形で作られていると思います、はい。それでですね、最後にこの説明書になりますね。説明書、ね、48分の1ミリタリーミニチュアシリーズということでね、ドイツ3号突破砲 B 型ということになります、はい。まあね、この戦車はねどういう時に使われたのかっていうのがねこちらの方に書いてあるから読んでくださいって読めに行きますまあね、下の方にね、こちらの方に書いてありますね。ドイツで電撃戦の具体化に向けて戦車部隊の整備が着々と進められていた1935年から、何年前だ、引き出してねみんなね、はい、マインシュタイン中将は戦場に代わり歩兵部隊と密接に連携できる突破砲の開発を提言しました。あ、やっぱね、第一次世界大戦なんだこれね。第一次大戦の戦訓により強固な敵防衛線を突破するために強力な火力と装甲、迅速な展開が可能な機動力を備えたものということです。ね、これがねいろいろ、まあ、こちらの方に書いてあります、はい。で、まあ、いつも通りね、まあ、使用する工具がこうですよっていう形ですね、はい。ねまず色の指定がジャーマングレーとフラットブラックとメタリックグレーとレッドブラウンと、まあ、この4種類だよっていう形ですね。まずね、まあ、最初、まあ、リアパネルの組み立てからなってますね。これまず下のね、これね、ダイキャストの方からね、組み立てる形になってます。これ、あれだね、ダイキャストの方は、瞬間接着剤でね、貼っつけてくださいっていう風になってます、これ。ね、瞬間接着剤もこれ、いるんだろうね、これね。うん。こういう形ですね。言いますね。で、次はね、リターンローラーの取り付けと、こういうところから、になってますね。こういう形になって天輪行って、まあ、天輪の方もね全部ねこの辺ねちょっとね瞬着の形になっております、はい。でね、問題はこれなんですよ、このキャタピラ。これがねうまーくね組まないと慣れないとちょっとね非常にこれややこしい形で、綺麗に組めばね本当ね綺麗に組めるんですけど、ここがねちょっとねこのねプラモのねちょっとメインかなっちゅうとこが、この履帯をつけるところがね、うん、履帯をつけること、まず左側つけて次右側つけてくださいっていう形になってますね、はい。でそれからねもう次いったらあと車体上部の取り付けということでこういう形になっております、はい。こういう形になって、まあ、こういう形になってですね、はい。そんなに大きなね手間もかからないし気軽に作れるもんだと思いますね。可愛らしい選手となっております、これね、うん。僕もねこれは前々から作ろうと思ってはいたんだけども、まあ、今回初めてかなというね形になりますね。そして、まあ、最後はねここにね車体上部のまあ、取り付けの仕上げの方かなという形になっております、はい。まあ、非常にね、手軽でね作りやすそうな戦車ですね、はい。であとね、まあ、デカールもね、まあ、その部隊によって、まあ、各ね各その使うデカールがありますよということですね、うん。203突破砲大隊とか、うん、210突破砲大隊所属だとかね、まあこちらの方ですね、第192突破大隊、なんかこっちの方がなんかかっこいいかもしれないね、これ。
デカール貼り付けるのに ね、 ね、うん、こういうね形のものとなっております。はい、そういうことで、まあ、ちょっとねこれもね可愛らしくて面白いものだなと思いますね。はい、それではですね、まあ、ちょっと、まあ、開封ビデオとして、まあ、時紹介しました。はい、でこれをねちょっとまたこちらの方に一回しまっていきたいと思います。しまってね、これはもういらない、これはいいか、これはいらないか、まあこういう形ですね。とね、こちらの方ねまたね、まあ、ちょこちょこと制作しながらいきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、ほんとね本日のねご視聴の方ねありがとうございました。またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではありがとうございました。